はいそれでは羽生くんについてまとめていきたいと思います。さっきね、羽生くんに関することで、ちょっと変なコメント入ったんで、えー、削除してしまったんですけど、これについて、あの後ほど今度ね、まあ明日ちょっとお話ししたいと思います。さすがに、た、まあ、多分見た方もいる,いると思うんですけど、びっくりですね。さんこんばんこばは昨日プロローグで 羽生選手が正直アマチュア終わったらこんな景色、えー、二度と見られないんだろうなと思っていました、えー、すごく怖かったですと泣きながら話してくれたとき私から思えばアマチュアでもプロでも羽生選手は変わらずに輝き続けると信じて疑えませんが羽生選手の気持ちは違っていたんですね、うん、羽生君、こういうことを言っていたんですね。 なるほど、えー、ファンが離れていって輝ける場所を失ってしまう恐怖感が、えー、相当あったんだと感じました、えー、もとより自分の感情を出せるのはスケートしかないと言っている羽生選手でしたからもしファンが去りスポンサーがメディアから離れていったら、えー、スケートを続けることができなくなりそれは自分自身を失うことと同じだと思っていたんでしょうかそう思うと胸が締め付けられる思いがします。えー もし私が羽生選手と身近な人間であれば、えー、そんなことあるはずがないでしょうと笑って突っ込みたい気持ちもありますが、えー、それだけ羽生選手にとっては、プロ転向が勇気のいることで、私たちファンの存在が羽生選手にとっていかに大きなものかということですね。うん。いやってことはやっぱり現役とプロの転換期の頃って、相当悩んだのかなっていう感じがもうすごいしますね。 えー、この先もずっと羽生選手の美しい演技を見ていたい、スケートをする喜びにあふれた笑顔を見たいです、えー、羽生選手とファンが一心同体となって思いっきりスケートができる環境作りを支えていきたいと、えー、強く思わされた言葉でした。えー、今回のプロローグで 今まで羽生選手から頂い,いた勇気と感動にありがとうの思いを届けたいと思いそれが叶うことができて私は幸せでした、うん、いやでも本当に今こそファンと羽生君の思いがですねかなりこう通じやすいねそういった環境になったかなと思います。 YouTube もえ始めたし、うん、そしたら今度は羽生選手からファンからもらった応援に感謝の気持ちを届けるギフト東京ドーム公演を開催してくれると発表がありました、えー、羽生選手と私たちファンとの感謝の気持ちの循環は永遠だなと思いますいや、本当ですね、あの感謝の気持ちの循環ってね、すごいやっぱいいですね、これ、うん、そう思います。 えー、なのでギフトとか、えーまあ、もらったり、まあ、与えたりといいますかね、うん、そういったその、まあ、総合循環といいますかね、うん、これからも続いていくのかなと思うと、えー、とてもう、ねえー、嬉しいね嬉しいですねやっぱりね、うん、これからが本当どう,どうなっていくんだろうっていう感じはすごくして、えー、クロミさん どうもです、えー、2月26日はパフュームのファンの方々にとって忘れがたい日だったんですね。2020年の2月26日、コロナの影響により、その日予定されていた東京ドーム公演が突如中止になった日なんだそうです。うん、あ東京ドームの公演が中止になる、うん。もしくは3年後の2月26日の東京ドームにて羽生選手のライブ。 ファ,フ,ュームファンはそう申しておりましたが、ミキコ×ライゾマ×アミューズの演出で行われるのは、何かのエントネット上では、Perfume フ,フ,ファンの方々による、羽生ファンに Perfume フ,ファンのライブ演出を見てほしいというプレゼン合戦が行われています。そうなんですね なんか何かのね、縁でしょうかね、やっぱりね、羽生結弦の単独ドーム公演に、パフュームファンの方々もとても驚き、喜んでいらっしゃる様子。なるほど。うん、せっかくなんで、私もパフュームのライブ映像を見てみました。いやー、すごい、楽しい。びっくり、羽生結弦だらけの軍部とかあったらもう、眼福。 たとえブ粒だろうと、これなら羽生選手の良さを最大限に引き出してくれそう。ますます羽生選手のドーム公演を見たくなりました。なのでおも、迷わずチケット申し込み、ポチ入りました。いやー、当たるといいですね。当たるといいな。うん。今回でも、羽生君は東京ドームの開催ということなんで、まあ、どういうふうにすれば、遠くのお客さんにも届いていくのかということを多分ね、考えてるんじゃないかなと思いますね。うん。あの、逆に大きすぎるから、 えー、お遠くのお客さんにもね、どうしたら届けていくのか、そういったものがね、僕、見れるんじゃないかと思いますよ。うん。また、工夫がもうすごいですからね、うん。クロミーさんも言ったで、ね、東京ドームは野球の試合でしか行ったことがないです,でですよね。うん。僕も野球の試合っていうイメージしかなくて、あとは、まあ、SKE とか AKB とかの、えー、アイドルのそういうね、えー、ライブであったりとかするかと思いますけど、ドームならば、双眼鏡が必須だと、 えー、思いますが、羽生選手をそういう環境で追うことができるだろうか。あ ははい、はいこれについて皆さんどうしますかねという心配をしています、えー。チケット当たってもいないのに。うん、いや、でもね、やっぱそういうことをすると当たりやすいオーラに向かっていくと思いますよ。まずは眼科に行って目の検査をして、えー、コンタクト買って動体視力を鍛えるトレーニングをしなきゃだめかなと、うん。でも僕もかなり目が悪いんで、まあ、多分ですけど、羽生さんあの、えー、なんか工夫とかね、いろんな工夫をしていくと思うんで、演出の工夫とかも東京ドーム バージョンにすると思うんで、いやこれはね、もう絶対楽しみですよ。うん。テ、え、ラ、ー、さん。 よろししくお願いします12月7日の今日は羽生選手28歳のお誕生日です。うん、ね。お誕生日おめでとうございます、羽生選手。ってことはもう皆様時間でもうなっちゃいましたね。羽生選手にとって28歳のこの年が、1年が素晴らしい年になりますように。ギフト東京ドーム公演に向かって心も体も健やかでありますように。いや、そうですね。それがやっぱり一番ですからね。今日は21日、あ21時 CS テレビ、フジテレビ で、えー、フジテレビ2で羽生選手の特番がありますし、写真集譲る3も発売されます。楽しみです。お、結構なんか情報が続きますね。うん。21時から CS フジテレビ2で羽生君特番があるらしいですよ。うん。えー、ハニープーさん。

どんなふうに広がっていくのか、まあ、世界、釣りも東京ドームであったらもう世界に行くしかないですね。うん、僕、釣りね、世界に行くと思いますよ。うん、でも、仙台を通じて世界を架け橋にしていくのかなと思うので、いや世界開催の可能性もあるなと僕は思ってます。はいえー、そして、ハニープーさん。 よろしくお願いろいろあったんで、かむくんの動画は久々なんですが、コメント欄を見たら、なんか雰囲気変わりましたということですね。以前、私は宇野くんのファンに、宇野くんの話題の動画に羽生くんの話題を書き込むような非常識なことはしないでくださいと注意を受けたことがありました。いや、これ、ちょかなりびっくりしてます。でこのコメントは僕は見たことないんで、かなりビビってます。このの動画のコメント欄にも うのくんの場で書き込まれていますし今はどの、えー、ど動画にコメントをしても大丈夫な感じですかっていうことなんですがいやもう全然大丈夫ですねていうかそんな決まりないですよ、うん、あの僕のその羽生くん関連の動画にうのくんのこと書いてもいいしうのくん関連の動画に羽生くんのこと書いてもいいし全然関係ない動画に、えー、あの全く関係ないコメント書くのってすごい自由なんでこういったコメントをしてきた人がいるっていうことに対してちょっとびっくりしてます はいえー、あの返信については僕のところにあのそ通報が来ないので、ちょっとかなりびっくりしてますね、こういったことは、えー、今後ないので、えー、ぜひあの安心してコメントしていただければなと思います、それは、ね、双方のファンにも言えますので、えー、ちょっとび,びっくりですね。うん